わさとチャンネル始まりました。今日はね、雨だね。雨ですね。ぐっと寒いね、今日ね、はい、いきなり秋を通り越して冬になってしまいましたけど、まあね、秋といえば食欲の秋ですよ、はい、はい。ということで、またここにやってきました。じゃーん、築地場外市場。はい、ここでですね、今日は、まあ前回も来ましたけど、今回は秋の味覚を爆買いということで、秋といえばサンマ、栗、松茸、うん、あとなんだ、あ、なんかいっぱいあるよね、とにかく秋はね。シャインマスカットとか。シャインマスカット美味しいね。まあちょっと何があるかわかんないけど、はい、ちょっとね、秋の美味しい味覚を爆買いしてみたいと思います。じゃあ早速行ってみましょう。やっぱ栗があるね。桃、桃も今の季節ですか？桃はね、本当にもう最後の最後。あ、最後。うん。あ、やっぱ今シャインマスカットとか。そうだね。ちょっとマスク取って。あ、どうもいらっしゃいませ。あ、やっぱりそうだ。あ、どうも。知ってる？あの、これやってる。ね。マサト YouTube チャンネルです。マサトチャンネル。マジですか？なんか今日は秋の旬のね、ものをちょっと買いたくてね、来たんですけど、はい、なんかこう、これ美味しいよみたいな。やっぱこれじゃないか？シャインマスカット、うん、この間シャインマスカットが行ったんですよ。めちゃくちゃ美味しかったですね。あ、これ取ろうかな。じゃあこれ2つください。はい、これ特に美味しいやつ。あ、分かった。まあとりあえずこれでいくか、うん、シャインマスカットこの誰よりもかっこいいだよ。じゃあ、ありがとうございます。どうも。前回、うん、食べたかったけど食べれなかったものか。前回、うん、そういうのあったでしょ。いや、前回食べたので抜群にうまかったのがステーキ。あれうまかったね。なるほど。うん、あのステーキはうまかったよ。海鮮系とか。海鮮系、前回何買ったっけね。なんか赤貝とか。ああ、貝とかも美味しかったね。タコも美味しかったね。タコも美味しかったよ。お、鮭も美味しいんだよな、絶対、ね。うん、鮭いいっすね。鮭買おうか。じゃあ鮭買おう。どうぞ、出たて。鮭はこれどうやって普通に焼いて食べるか。焼いて食べます。甘塩の方はムニエルとかでもいけます。ムニエル、はい。甘塩、中塩って、中塩はちょっともうちょいしょっぱいんですよね。そうですね、塩ちょっと強めにしてあります。うん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 、甘塩に塩出してるだけなんで、例えばあの甘塩でお求めいただいてお家で振っても大丈夫です。中塩にはなります。だから身がすごいですもんね。ああ、もう厚みに。これ甘塩もらおうかな。じゃあありがとうございます。どちらにしましょう。こっちの方がなんか分厚くて。はい、ありがとうございます。鮭ですか？サーモン。サーモン、鮭です。あの、銀鮭です。銀鮭。はい。はい、ありがとうございます。どうも、ありがとうございました。ありがとうございました。白いご飯と新米とね、鮭、最高に美味しいですからね。うん、ここが、前回。鳥と。あ、ここでね。美味しい、確か砂肝。あ、砂肝超うまかったんだよ。うん。また砂肝買ってこうかな。安かったですもんね。うん、こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。この間の砂肝めちゃくちゃ美味しかったですよ。はい、ありがとうございます。この間もおさんと一緒に子供と2人かかって、また砂肝ありますか？あの、どれぐらい必要ですか？前どこから回ったんだっけな。どれぐらい持っていかれました？結構前でも300ぐらいお待ちしますか。うん、あれ美味しかったもん。はい、あ、ありがとうございます。砂肝のつまみに。ちょっと今、うん、そこのなんか卵もうまいって言ってましたもん。なんかあの極み あった今日。極みやります。これあの卵かけご飯どれが美味しいでしたっけ。極み648円。中で買ったんだっけ。前、そうです。あの、魚河岸の中で。はい、はい、はい。あと、この極みもください。ありがとうございます。はい、これ1個。はい。砂肝とね、はい、卵。この砂肝は絶品だから。これ、お酒のつまみにね。はい、まあ、
全く秋の味覚とは関係ないけどね。全然関係ないけどね、秋の味覚って。あ、ここのね、お肉が、ステーキがうまかった。あれ、これステーキだよね、確かね。ここです。ヒレステーキ買ったんだよね。ま、前ヒレステーキ買ったんだけど、ラップステーキをカサカさん買ったの。そう、あれめちゃくちゃ美味しかったですよ。そう、その後お友達が来てね、買ってきてくれた。あ、なんかここの店紹介してくれた。これ美味しかった。これ、これですよね。そうそう、これめちゃくちゃ、また買ってこうかな。どうぞ、喜んで。美味しかったもんな。いや、これ1枚何グラムですか。はい、200だと思うんだ。ちょっとね、測ってみるからね。何枚？これはちょっと薄め。200。もっと厚いのが良ければ、もっと。じゃあそれ2枚ぐらいください。2枚ぐらい。はい、かしこまり。あ、なんか思い出すな。かしお母さんのかしこまり。3400円。あ、これめちゃくちゃ美味しかったわ。ね、ちなみに、この中で他のおすすめはあるんですか？全部おすすめだけど、何食べたい？これがでも一番おすすめかしらね。ランプ？やっぱそうだよね。やっぱそうだよね。あ、焼肉ね。あ、ハラミもいいね。あ、ハラミももらおうかな。何グラムぐらいだろう。5人家族。5人は500だね。500。そうだね、子供のお弁当にもいいかも。ああ、ちょっと高級すぎ。いやいやいや、大丈夫。まさきだから。まさき。知らなかった。あ、この間ですか。うん。ああ。で、あの人誰？1950円。それで僕の顔覚えた。まあ、あ、一回喋るゲームでさ、息子可愛いね。ああ。テレビでさ、ほら、かっこいいとかなんとか見ることあるけど、まあ、自分に顔見ることないじゃない？うん、そうね。でも美味しかったな、このお肉。いや、なんか久々に賑やかになっちゃった。今日あんまり曇り空で。今日雨だから ね、 ね、 ね、明るくなりました。あ、また来ます。はい、どうも。あ、わさびね。あ、ここでわさび買ったね。ここで買ってったね。美味しかったですよ。美味しかった、美味しかった。松茸もやってますか。松茸ある。今日は秋の味覚を探しに来たんですよ、僕。あ、じゃあ松茸くださいよ。国産はいくらするんですか。あ、それダメだ、それダメだ。そんな高いんだ、松茸って。じゃあ見るだけ見せてください。国産。これは国産。これが1本7万円。いや、1本は7万、そんなしないですよ。 4本で7万円。ね、6万円。見た目はね、ほら見てみると、ほら、あんまり変わんない。あんま変わんないですね。ただ、これちょっと触ってみてください。少しウェットな感じ。あ、ウェット、はい、はい。あ、全然、あ、確かに。そうそう、こぶが違う。おー。やっぱし、取ってすぐっていうのもあるんですけど、はいはいはい、中国の場合は、こういうのにくるまれてくれて、はいはい、どうしても、あ、水分が、そう、水分がなくなって、ここに今日は出てきちゃうっていうか、はいはい、最初はこういう状態なんですよ。で、これほっとくとやっぱこういう感じになってくる。なるほど。じゃあ、あ、サラサラの方が鮮度がいいし。あ、こっちはウエストだ。本当だ、本当だ。少し、ね、これやっぱ味が違うんですか。いや、味は変わんないんですけど。味変わんない、うん、でもちょっと嫌な感じの匂いはする。やっぱウエストの方がちょっとなんかこうこもったいね感じ。なるほど、なるほど。そういう感じ。こっちはいくら。こっちはね、1本で量り売りしてるんで、全然。これだと、ちょっと1700円とか、1700円。ああ、じゃあ、じゃあいいね。じゃあ3本ぐらい買っとく。あれですか。ありがとうございます。これ、やっぱな、何で料理するのがいいですか。これは、焼いて食べるか、あとはご飯。松茸ご飯。やっぱ松茸ご飯だな、今日これ。おお。松茸ご飯です。でも焼いてもいいと思いますよ。焼いてもいい。うん、せっかくなんで、すだちつけるんですか。ちょっと待って。やっぱりね、前回一度来てるところは対応がいいね。やっぱり大事だ、ね、リピートするっていうのは大事だね。美味しく食べる。あ、ちょっと待って。そのすだちは、え、今まっさげご飯に気に入ってた。でも、例えばちょっと、はい、今焼いても、全部じゃなくても、はい、半分だけでもちょっとホイル焼きしてもいい、ね。なるほど。そうそうそう。はい。ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございます。今回は、前回はわさびでしたけど、あ、でもわさびちゃんと向こうから吸ってくれてましたね。あ、ちゃんと言われました。またお願いします。どうもありがとうございます。はい、あ、こんにちは。こんにちは、こんにちは。元気ですか？なんとか、なんとか、なんとか。前も全く同じパターンだった気するな。あ、そうか。あの、サンマどうですか？サンマ、サンマ、はい、サンマはまあ、まだ最初よりはもうかなり大きくはなってきましたよ。あ、これ大きいじゃないですか。うん、大きい大きい。ちょっとやっとね、ちょっともうサンマ10グラム20グラム違うともう、はい、えらい太さが違うからね。それでもあれですよ、昔あったようなサンマはもうないですよ。もう取れないですか？取れない。これでも結構もう150グラムあるから、はい、結構大きい方ですよ。最初100グラム、120グラムだった、はいはい、もう本当マッチボーみたいな、はい、これはどこで取れてあるんですか？これ北海道です。北海道で、うん、今もう三陸も取れてますけど。はい、どうぞ。お姉さんどうですか？取ってもらおうかな、サンマ。はい、じゃあ2本くらい、はい、2本ください。あとなんか他にこれうまいよっていうのはありますか？ウニ系。あ、ウニ。ベースユニ。黒番なしよ。それは醤油で普通に。今ウニがね、ものすごい高騰してる。あれなんかも。いやでも甘いの美味しかったし、これ赤が美味しかったよね、前回ね。ああ、甘いね。そういえば。2月来た時はそうですね。あ、タコはタコ。タコもありますよ、赤シダコ。だスダコ食べれなかったんですよ。そうだ、スダコはないんだ、まだ。スダコはね、まだ。もう12月から。12月か。12月か。今年タコは高いから、どうなることやら。なることやら。でも、タコも、タコは欲しいな。タコは今旬なのはこういう白子とかさ。はい、タコはどのぐらいあるんですか？タコはまあお刺身で、まあお酒のつまみで。足2本ぐらい。半分じゃ、はい、おいかな。じゃあ2本ぐらい。わかんないけど。2本ぐらいですかね。2本ぐらいで、じゃあ。タコもみんな好きですか、家族に。いや、俺が酒のつまみで好きなの。あ、タコが。酒のつまみで美味しいよ。今時間あります。今どうですか？芋汁食べてかない。芋汁。あ、ちょっと待って。それ、いや、これ作ったやつね。絶対うまいよ、これ。芋汁ですか？食べてください。はい、どうぞ。あ、どうですか？はい。さあ、芋汁。おー、めちゃくちゃうまそうですね。ね。大丈夫これ、ちゃんと取れる。取った？取れてます。じゃあ、いただこう。いただきます。あ、いやいや、優しい、こうね、いい出汁が出てますね、これ。これね、この芋。え、里芋？これ里芋ですか？里芋。柔らかい。柔らかいし、ここすごい柔らかいでしょ？うん。めちゃくちゃ柔らかい。わ、美味しいな、これ。なんかね、ツルツルしてる。へー。ツルツル。うん。いや、これちょっとお腹が空いてきちゃいます。見てる。うん。うまいよこれ。この牛の出汁が出てるんですね、これ。かなり。そう、あと醤油も違う。醤油も全部地元のやつ。あ、そうなんですか。そうそうそう。うん。箸をつる？はいよ。すいません。すいません。リングが。魚じゃなくていい。すいません、社長いただきます。どうぞ。ありがとうございます。あ、めっちゃいい匂い。うまいね。あ、味は同じね。おっと、また寒いから余計ね。ちょうどいいですね。そうそうそう。急に寒いですもんね。はい。たまりますね、これ。600円。じゃあどうも。はい、どうも。いただきます。ありがとうございます。どうも。はい、どうぞ。いかがですか？シャインマスカット、サンマ、サンマ、あとはこれくらい。肉も買いました。肉も買ったね。でっかいとお店が9割固まった。かぶってるね。これは同じ繰り返しになってしまうね。これ何？パンが美味しい。またなんかクロワッサンが美味しいって聞いたんですけど。ありがとうございます。ちょっとあんこが人気です。じゃあそれ。ありがとうございます。はい、あんこのクロワッサン、はい、見る代わりに美味しそうだもんね。うお、はい、あとクリームが入ったのも人気です。へえ、はい、このバニラと、とりあえずじゃあすごいかっこいいですね。
でも今パジャマ。やばい格好。バニラの気分とかあるんですか？今なんかね、今バニラのあんこの気分じゃないな。バニラも美味しいですね。バニラも人気です。あとシンプルなバターもよく出てます。じゃあ僕 バニラ1個ください。ありがとうございます。これ食べよう。わかりました。よいしょ。生地でね、パン見るからに美味しそうだよ。はい、いただきます。うん、サクサクだね。甘さ控えめ。うん、おいしい。この生地すっごいうまいね。へえ、うん。あ、うちの子好きだな、これ買って帰ろう。これなんか生地特殊ですね、なんか。あ、そうですか。あの割とバターが多めなので。でもなんかほんのり生地自体も甘みがあるかな、絶対好きだよ。絶対好きだよこれ。めっちゃ美味しいですか。うん、なんか音がすごいな、はい、パリッパリ。ちょっと音をあの視聴者の皆様に一口目のこう音をいただきますか。はい、ありがとうございます。40代の顔のドアップ大丈夫？もう俺今日多分ランチいらないと思う。確かに芋汁食ってクロワッサンですもん。結構ね、朝もがっつり俺お米丼2杯ぐらい食べてるからね。今日ですか？うん、最近もうそんな感じで、夜はもうねあんまお腹空かないみたいな。うん、ありがとうございます。どうもありがとうございました。ここからですね、ちょっと魚菓子、このねちょっと室内でなんかいろいろあるらしいんでね、ちょっとそこ行ってみましょう。ここ俺初めてだな。あ、ここから入るんです ね。ここ新しく、ね、昔なかったね。何年か前にできたね。36点。でもあれだね、ちょっと外国人の人も来てるね。そうですね、増えてきました。ね、だいぶ緩和されるんだよね、確かね、コロナの規制が。だから賑わってきてるんですか。人数制限緩和でした、確か。ケガに向かって、もう松茸いっぱいだね。おはようございます。値段がいろいろ違うんだよ。これはどこのやつですか。中国産です。中国産の。うち直輸入直販売ですから、だから安いなんです。え、これで15,000円？そうですね。あ、この絵が良かったな、俺。ああ、確かに。いや、すごいねこれ。これ買いますかじゃあ。これ買おうよ。これ15,000円だよ。はい。これお得ですね。これ手数料がないからですか。さっき切ったけど、触って？あ、でも乾いてる。乾いてる方がいいです。乾いてるよ、すごい。税込み。じゃあこれください。もう今日はうちは松茸三昧だな、これ。松茸何本よ。さっき3本買って、あれ10本ぐらいいます。超松茸三昧。それで買い物いいんじゃない？どうも。さあ、今ただいまですね、秋の味覚を買ってきましたよ。松茸どんだけ買うんだっていうぐらいね。こっちにもね、まだ3本あるからね。全部で何本買った？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11本。松茸三昧だねこれ、うん、松茸ご飯と何しようかね。松茸焼き松茸、ちょっと、まあ、あとねシャインマスカット、これめちゃくちゃうまいよ絶対、うん。ね、まあ、前回も買ったね、それかぶっちゃうけど、あのステーキね、おーなんだっけこれ、ランプ、ランプです、ランプか。あとやっぱ今旬のねサンマ、うん、これなんだ、これあれです、これハラミです。ハラミ、これあの前回も好きだった砂肝、
でこれね、タコで、これはね、鮭、はい、合計、あとね、卵、後で計算します、ね、まあ、っていうのをね、ちょっと買ってきましたけど、あとこれクロワッサンね、美味しいからね、これ子供にお土産ね、これも追加で買われたんです、追加で、あれめちゃくちゃ美味しかった、そういう感じでね、あとはここでね、ちょっとランチしていこうかなと、うん、そんなお腹空いてないんだけどまあせっかく来たんでね、あ、来た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 、さあ、築地といえばね、やっぱりマグロでしょう、鉄火丼と思うでしょと思うでしょ、でもやっぱ築地来たらやっぱマグロ食うのかと思うでしょ、だけど俺が食べるのは鶏そばだから鶏そば食べます、僕は。わかりました。これはあの渋谷が美味しくいただけますから。ね、鶏そばね。本当麺好きっすよ。うん、大体お昼麺だから。うん、さっきあれ砂肝買った鶏頭さんの鶏そばらしいよ、これ。あ、いい出汁だね。優しいね。いただきます。やっぱ塩ラーメンだね、うん、美味しいです、こういうね、優しい味がいい、案外こう築地っぽいものは食べてない気がする、そうだね、いやこれも含めて築地だから、なるほど、これも築地なんですよ、築地はあの刺身だけと思ったら大間違いだよ、いろいろあるんだから、というのが築地です。ということでですね、今日はですね、築地第2弾でですね、秋の味覚を楽しもうということで、秋の味覚をですね、たくさん買ってきました。皆さんもですね、築地には美味しいものがたくさんあるので、ぜひぜひ秋の味覚を楽しんでください。それでは、あと食べ過ぎて太らないように、さよなら。この後僕ジム行きます。